岡山市によると、岡山県立岡山南支援学校では、今月12日に在校生250人のうち84人が嘔吐や下痢の症状を訴えました。一部の児童生徒からはノロウイルスが検出されていますが、原因は分かっていません。また、今日までにさらに8人が症状を訴え、患者は合わせて92人となりました。全員、症状は軽いということです。 これを受けて学校はきょうとあすを臨時休校としました。